インドガビアルはワニモクガビアルかインドガビアル属に分類されるワニ。本種のみでインドガビアル属を構成する。単にガビアルとも呼ばれる。インド、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、ミャンマーでは絶滅した。全長4から6メートル。興奮は細長く、基部の3.5から6倍。オスの粉炭は大きく八角形。細長い興奮は、 水の抵抗を抑え、水中で素早く動かすのに役立つと考えられている。上あごに左右に27から29本ずつ、下あごに左右に24から26本ずつ、それぞれ細かく鋭い湾曲した歯がある。ワニメの原生種では、最も歯の数が多い。鼻孔は、全革骨に接しない。前歯では、指の間の1、3のみに、後歯では、後の間の2、3に、 水かきが発達する。卵は、長径8.5から9センチメートル、短径6.5から7センチメートル。孵化直後の幼体は、全長約37.5センチメートル。オスは、粉炭が、コブ状に盛り上がる。オスの粉炭が、壺のように盛り上がることが、生息地での故障である、ガリアルの由来になっている。ガビアルはガリアルのごき。形態や分子系統学的解析から、 アフリカ口長川にやマレーガビアルに起源とされる。本種をクロコダイル化に含める説もある。水深が深く、水が澄んで流れの速い河川に生息する。大型個体は陸上でうまく活動することができない。食性は動物食で主に魚類を食べるが、鳥類や哺乳類などを食べることもある。水中で興奮を振り回し、獲物を捕らえる。 繁殖形態は卵生。3から4月に、川岸や中州の砂地に穴を掘り、産卵する。卵は83から94日で孵化する。生後8から12年で、生成熟する。オスの粉炭や死亡、陰形は伝統的な薬用になると信じられている。人間を襲うことはないと考えられている。一方、水槽者を食べるとみなされており、 消化管の内容物から装飾品が発見された例もあるが実際に死骸を食べたのか遺跡として装飾品を食べたのかは不明とされる土砂採掘や生死業のパルプ排出などによる生息地の破壊漁業による混濁及び網を破壊する害獣としての駆除食用や比較目的の乱獲などにより生息数は激減している卵を採集し 人口孵化させた個体を生息地に放流する試みが進められている。一方、元々の生息環境が消失していることや飼育に多額の費用が必要になるため未成熟な個体を放流していることから放流後の死亡率が高くあまり効果を上げていない。日本ではガビアルカ単位で特定動物に指定されている。ありがとうございます。